タレントのバンーエイジが15日、関西テレビのバラエティ番組、サンマのまんまに出演し、2012年末に個人事務所が名古屋国税局から申告漏れを受けて、5約1年ぶりにテレビ復帰を果たした。二人は税金の話題で盛り上がり、サンマは過去に国税局に怒鳴り込んだことがあることを明かした。1月からバンドは番組 MC の石サンマと、 同じ吉本興業の所属となった坂東はこういうスタジオの明るさは417日ぶりですとにこやかにサンマとトークを返し「サンマ兄さん」と呼ばないといけないこれまではサンマちゃんやったけどなどとまずは吉本のルールから話し合ったサンマは村上障子にも障子兄さんって言わなあきませんそれが家や,やったら違う事務所に行きなはれやと 愛の説教も始めた。税金の申告漏れに話題が及ぶと、坂東は、本当に不徳のいたすところでと繰り返して、反省の弁を述べた。さんまは、坂東さんの肩を持つわけではないですけど、我々は、死ぬほど、税金払ってきたじゃないですか。本当にと、多額の税金を納めていることについて、持論を展開し始めた。ものすごい国のために働いて、 だいたい4月くらいからただ働きになるような、5月くらいから人のために喋ってるような気がする。僕は昔、日本からアメリカに、戦争のためにアメリカに寄付するということがあったとき、さすがに怒って国税局に行ったんですよと明かした。すると、スタジオ観覧車から、えっと驚きの声が上がった。サンマは続けて、俺は戦争のためとか。 人殺しをアシストするために働いてるんじゃないってそのために税金を納めてるんじゃないって言いに行ったんですと税金の使い道に納得がいかず国税局の担当者と直談判した過去を告白しかし担当者はそれ言われても国の決まりなんでどうしようもないんですと答えられさんまもこちらこそすいませんでしたと出されたコーヒーを飲んで帰ったというさんまは嫌じゃないですか そういういって。だから申告漏れの気持ちもわからないではないけどしたらあかんでと坂東に説教。スタジオ観覧者の笑いを誘った。